戦闘ブウーマン、夢の香りは、1992年に制作されたアメリカ映画、盲目の元軍人を演じたアルパチーノがアカデミー主演男優賞を受賞した。人生に悲観し、不適された孤独な盲目の退役軍人が、自身もトラブルを抱え人生の選択に迫られている心を優しい青年との数日間の交流を通じて、自分の人生を見つめ直し、 新たな希望を生み出すまでを描いたヒューマンドラマ。アルパチーノの全く瞳を動かさない壮絶な演技と単語プロジェクトによるポルーナ壁さをバックにしたガブリエル・アン・オートの単語ダンスシーンが印象的。後にアカデミー主演男優賞を受賞することになるフィリップ・シー・モア・ホフマンが主人公と別の道を選択する旧友を演じている。本作は イタリアの作家ジョバンニアルピーノの小説イル・ヴイをイー・イル・ミーレをもとに、ボーゴールドマンが自身の経験を加味して脚色した。同原作の映画化としては1974年のイタリア映画《女の香りがある》。イタリア版ではビットリオ・ガスマンが退役軍人の役を演じており、1974年度のカンヌ映画祭男優賞を受賞している。 アメリカのボストンにある全寮制名門高校に奨学金で入学した苦学生チャーリーは裕福な家庭の子息ばかりの旧友たちとの相互を感じつつも無難に学校生活を過ごしていた。感謝祭の週末、クリスマスに故郷オレゴンへ帰るための旅費を稼ぐためチャーリーはアルバイトに出ることになっていた。そのアルバイトとは 名一家の休暇旅行への同伴を拒否する盲目の退役軍人、フランクスレード中佐の世話をすること。とてつもなく、気難しく、周囲の誰をも拒絶し、離れで一人生活する、独絶家で、エキセントリックなフランクにチャーリーは困惑するが、報酬の割の良さと中佐の名家連の熱心な懇願もあり、引き受けることにする。感謝祭の前日、チャーリーは、 同級生のハバマイヤーたちによる校長の愛車ジャガー、XJS に対するいたずらの準備に遭遇。生徒たちのいたずらに激怒した校長から犯人たちの名前を明かすなら、超一流大学への推薦。断れば、大学の二社択一を迫られ、感謝祭休暇後の回答を要求される。チャーリーは、同級生を売り、ハーバードへ進学するか、黙秘して退学するかで苦悩しながら、 休暇にに入ることになった。中佐は、そんなチャーリーをニューヨークに強引に連れ出し、ウォルドルフ・アストリアホテルに泊まり、計画の手助けをしろ、という。チャーリーは、ニューヨークで、中佐の突拍子もない豪遊に付き合わされる羽目になる。高級レストランで食事をし、スーツも新調し、美しい女性とティーラウンジで見事に、単語のステップを披露したかと思うと、夜は高級勝負を抱く。 だがチャーリーは、共に過ごすうちに、中佐の人間的な魅力とその裏にある孤独を知り、徐々に信頼と友情を育んでいく。旅行の終わりが迫った頃、中佐は、絶望に突き動かされて、計画、拳銃での自殺を実行しようとするが、チャーリーは、必死に中佐を引き止め、思いとどまらせる。二人は、心通わせた時間を胸に基とにつくことができた。しかし、 休暇開けのチャーリーには校長の指紋による公開懲戒委員会の試練が待っていた。チャーリーは全校生徒の前で校長の追求によって窮地に立たされるが、そこに中佐が現れ、チャーリーの保護者として彼の高潔さを主張する大演説を打ち、見事にチャーリーを救うのだった。満場の拍手の中、中佐はチャーリーを引き連れ会場を後にする。 再び人生に希望を見出した中佐と、これから人生に踏み出すチャーリーの二人は、また新しい日常を歩み始めるのだった。カッコ内は日本語吹き替え中佐が言及した、作中で登場した女性のつけていた香り。ありがとうございます。